今回は宮崎県延岡市に位置するむかばき山の紹介です。むかばき山は多くの方に親しまれる宮崎県北部を代表する山の一つで、花崗岩の山です。宮崎県北部は花崗岩が隆起した迫力ある岩場が目立つ山や美しい原生林が広がるエリアです。むかばき山は標高が830メートルと高くない山ですが、宮崎県北部の魅力を堪能できて、とても多くの方に親しまれている山です。今回のコースの紹介です。今回は2通りのコースを紹介します。むかばき山には、一般的に山頂として知られる尾岳と、もう一つ、目岳というピークがあります。一つ目のコースは、登山口を出発して、むかばきの滝を経由して、むかばき山の山頂へ。初心者の方や、体力に自信のない方、現在位置の把握や確認に自信のない方は、ここから引き返して、登山口へ戻ります。登山口から、むかばき山、尾岳の往復で 6km ほどのコースです。次に、山歩きに慣れている方向けのコースです。尾岳に到着後、森の中を歩いてむかばき側の源流域を経由し、目岳に登った後、登山口に戻るコースです。往復で 10km 弱のコースで、体力や経験に合わせてコースを考えましょう。山や自然の中を歩く際は、登山アプリなどを使用して、常に現在位置を把握しながら楽しみましょう。また、初めての山を歩くときは、安全面や楽しみ方を教わったりするためにも、経験者やガイドに同行いただくことをお勧めします。では、装備のチェック、準備運動を行って、ゆっくりスタートします。山や自然を歩く際は、体が馴染むまではゆっくりと歩いて、息が上がりすぎないペースで行動しましょう。前半部の森は非常に美しく、野鳥も多いので、野鳥探しを目的に歩いても楽しめます。登山道は非常に整備されており、快適に歩けます。また、定期的に案内板も設置されています。コース上にある滝見橋からは、むかばきの滝を眺めることができます。むかばきの滝は、落差約77メートル、幅が約30メートルの滝で、日本の滝100選に選ばれている滝です。この後、滝の真下まで歩いていきます。橋を越えると、登山道は岩が多くなり、宮崎県北部特有の景観となっていきます。温暖なシーズンは山ビルがいます。苦手な方は対策を行っておきましょう。むかばきの滝への分岐点。一旦滝へ立ち寄ります。滝の周辺は岩が滑りやすいので注意しましょう。
滝を眺め終えたら山頂へと向かいます。途中、沢の塗装がありますので、気をつけて渡りましょう。むかばき山の山頂に到着します。山頂は非常に美しい風景を楽しめます。山歩きに不慣れな方はゆっくり休憩して来た道を戻って下山します。ここからは山歩きに慣れている方におすすめなコースです。不慣れな方は道が不鮮明に感じる箇所もあるかと思いますので、十分に慣れてから楽しみましょう。むかばき山尾岳の山頂からむかばき川の源流域を経由して目岳へと向かいます。しばらくは樹林帯の中を歩きます。現在位置は常に把握しながら行動しましょう。昼です。ちょっと息を吹きかけてみます。伸びます。しばらく歩くとむかばき川の源流域に到着します。個人的にはこのコースの見どころの一つで、とても美しい景観を楽しめます。ここからは沢沿いを歩きますが、最高に気持ちよいコースです。しばらく進むと東屋がありますので、少し休憩を挟んで目岳へ向かいます。ここからしばらくはむかばき川の源流域を歩いて楽しみ、目岳へ登っていきます。塗装箇所もありますので、滑らないように気をつけましょう。
美しい源流域を歩き終えると、沢沿いを離れ、目岳へと登っていきます。展望はありませんが、宮崎県北部の花崗岩帯特有の景観の中を歩きます。何度かアップダウンを繰り返して、最後の登りを頑張って登ると、目岳の山頂に到着します。展望はありませんが、少し休憩して帰路に着きます。目岳で休憩したら、登山口まで戻ります。帰路では、ムカバキの滝を上から眺めることができます。滝を眺めたら、慎重に下山しましょう。途中で登りの際に通った道と合流します。あとは最後まで怪我なく下山して終了です。初心者から慣れた方まで楽しめる延岡のムカバキ山、ぜひ歩いて楽しんでください。山や自然の中を歩くときの注意事項は概要欄に記載いたします。初心者の方はチェックしておきましょう。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。皆様が自然の中で素敵な時間を過ごせますよう願っております。不定期ですが、また次回をお楽しみに。